ザナタイシザナタイシは、グアンチ族を起源とするとされる碑文が刻まれた小さな石である。この石は1992年に、スペイン領カナリア諸島に属するテネリフェ島の北西部、エルタンケ地方自治体の花々の山として知られる山の近くで発見された。テネリフェ島の考古学博物館に勤務する、ラファエル・ゴンサレス・アントン局長によれば、石には、 魚の一種が描かれており、この図形はティフィナグ文字で表されていると推測される。このティフィナグ文字は、アルファベット表記のように少数のベルベル人に用いられたものである。この石は、アラビア語及びイスラーム経験語の研究を行う、サンクリストバルデラ・ラグーナにある、ラ・ラグーナ大学にて、ラファエル・ムニオス教授による分析を受けた。この石は、カナリア諸島におけるロゼッタストーンのようなものと、 目されている。ザナタイ氏は、グアンチェ族の呪術的、宗教的世界と関連があったと推測される。ザナタイ氏は、北アフリカの軍島において、ベルベル人の労働力として利用されてきた、プニック族の存在に関する学説を補助するものと、みなされている。テネリフェ島に居住する少数のグアンチェ族は、ゼナタとして知られる。現在ザナタイ氏は、 サンタクルスでテネリフェに所在するテネリフェ考古学博物館に収蔵されているザ・ザナタ・ストーンインスパニッシュ。ありがとうございます。